あの頃は二人ともなぜかしら他人にはすごい汗かいて今出てますよ。キントン君久しぶりです。今日はよろしくお願いいたします。何を今さらしぐれの酒場。前前作が一世時代、前作が男の峠と、まあ、男らしいこう歌がついたんですけど、まあ、今回ちょっとこう男男性の歌なんですけど、しみじみしたね男性の気持ちを、まあ、歌った歌なんで、また今までの歌とは雰囲気がちょっと変わるかなっていう、今回初めてのそういう柔らかい歌なんですけど、頑張って歌っていますのでぜひよろしくお願いします。今回のこのしぐれの酒場というのは、歌い出しがどこか影あるっていう、このどこかから影あるという雰囲気のところをこう上手に歌えると、まあだんだんこう乗ってくるのかな。男に似合うの男っていう言葉も、男じゃなくて男にってこう少しこう滑らすような感じで歌えると、こう柔らかさが出るんじゃないかなと思います。前川清さんの噂の女をやってみたいと思います。女心の悲しさなんて。ありがとうございました。森進一さん、女のため息。すみません、似てなくて。和田子さんやってみようかな。あの頃は二人ともなぜかしら他人には。すいません、失礼しました。素晴らしいものまで。いやいや、素晴らしくない。すごい汗が今出てますよ。いつも応援いただきましてありがとうございます。今回、まあ、今年でもう本当に15年目を、まあ、迎えたんですけど、なんせこうデビューが54歳でした。それから、まあ、15年目に入りました。本当にたくさんの方に応援していただきまして、ここまで来れたかなと思っています。今回の、まあ、新曲しぐれの酒場、今までのこう雰囲気とは違う歌になっています。ぜひ、まあ、聴いて、そして歌ってもらえると嬉しいと思います。ぜひよろしくお願いします。池田輝郎でした。